はい、おはようございます。今日ね、久しぶりに米田に来てます。そのものになんか洋梨のジャムっていうのがね、出たらしいので頼んでみてみました。あとはサラダ、たっぷりサイズのアイスコーヒーということで、いただきます。ちょっと食べる前にマイクのねスイッチを切り替えてみました。これがね、さっきのは全指向性なんですけど、今回は遠指向性、正面と後ろのちょっとだけっていうのがね取れるようになってるんですけど、どんな感じでしょうかね。いただきたいと思います。コーヒータイム。今日はね、田島屋さんのキリマンジャロを無限ドリッパーで入れてみようかなっていう感じですね。なので、まずはね、リンスから。まあ、この無限ドリッパーをね買ってから、田島屋さんでコーヒーを頼んでなかったので、まあ、今回初めて無限ドリッパーで入れるっていう感じなんですけどね。はい、じゃあもう豆はね引いてあって、よいしょ、じゃあこれからね一気に入れていきたいと思います。いい香りでね、まあ落としてる最中にちょっと最近というかね、今日ね買い物行った時にこんな塩トマトっていうドライトマト、ドライフルーツのトマトを買ってきたんですよ。本当はね、僕が求めていたこのドライトマトとは違かったんですけど、ドライトマトって甘いね、すごい砂糖漬けみたいなトマトのやつと、あと料理でも使えるようなね、ちょっと塩気があるトマトがあるんですけど、そっちを求めて、塩トマトって書いてあったんでね、そっちを求めていたんですけど、これはね、ちょっとそれではなくて、なんかね、まあ、後ろに成分表を見たとき、原材料名見たときに、まあ、トマト、カッコ、タイ酸、カッコ、砂糖みたいなこと書いてあって、まあ、砂糖の甘いやつだろうなと思って、まあ、なんだけど、まあもしかしたらみたいな気持ちで買ったんですよ。だったんですけど、これね、なんか、まあ想像通り違かったんですけど、すごい甘い系のトマトだったんですけど、でもそれの中にね、塩トマトのこの塩がね、効いてて、ロレーヌ岩塩塩って書いてありますけど、この塩がね、いい具合に効いてて、結構美味しかった。なんかさ、甘じょっぱい感じのトマトで、もの自体はね、こんな感じの、まあ、プチトマトみたいなサイズのね、トマトなんですけど、うん。なんか塩、まず塩気がきて、その後にトマトの酸味と甘みが来るみたいな感じで、結構いいですね。夏場の、まあ、最近暑いんでね、夏とかで、まあ、外にね、出歩いた時とかに、まあ、その水分だけじゃなくてナトリウムっていうのもね入れてやんないと、体に、そうしないとね、その体の中の電解水、電解率だったっけ、合ってたっけかな、うん、なんていうの、ミネラルとかが足りなくなると、ナトリウム分とかね、足りなくなると、そうするとね、それで脱水症状とかになったりとかするんですよ。水中毒とかがそれですね。なんですけど、それを抑えるためにもね、いいんで、ちょっといいんじゃないかなと思いましたね。コミケに
来週、来週末とかコミケでちょっと手伝いでね行くことになってるんですけど、その時に持ってこうかなってちょっと思ったりしました。はい、こんな感じで綺麗に童貞ができてますね。はい、じゃあコーヒーいただきたいと思います。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、香りはいいな。あー、すごいすっきりしてる。でもすごいすっきりしてるけど結構な苦味もあって、うん、これはこれでね美味しいですね。まあでも立花さんのやつだったらいつも入れてるやつの方が好きかなっていう感じはしますけど、うん、まあでもやっぱ無限ドリッパーってね、なんかいつもとすごいニュアンスがね変わった、もう本当にねガラッと変わるんで、かなり面白いドリッパーだなと思いますね。うん、美味しい。うん。